久しぶりですね。いやーもう全然来れてなくて、で背びれが発売開始してカラーによりも売り切れも始まっちゃってるってことで、いやちょっとカラー紹介お願いしようと思ったらもうあと4色ぐらい今残ってるのが4色ですね、はい、あでもポップウォーターファンには嬉しい。そう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 、もしよろしければはいお願いします。これクラシックブルーヘッド、はい、これはもうね、もう見た感じこうオールドな感じで、はい、とってもねトップボタンやる方にはちょっとワクワクするようなカラーリングだと思うんで。ブルーヘッドの起源というか、うん、一番思い出っていうかブルーヘッドといえばこのプラグみたいなの、なんかやっぱりねヘドン系とかでやっぱり昔こういうカラーあったんで、はい、まあレッドヘッドって前5周年でやっちゃったんで、はい、今回ちょっとブルーヘッドをやってみようか。これが今浅草の店頭だったらまだ在庫ありっていう感じです。はい、買います。で、あのすいません、自分は実はブルーヘッドどうしても欲しくてこれは購入で、はい、お願いします。いいですね。はい、はい、次はねスポッテッドイヤロー。もう僕ね、あのバスプラグっていうのはやっぱね黄色、はい、これがね大好きなんですよ。このね、まあ、まあ今回の色の中で一番使用頻度高いかな。はい、見やすいし、ね、これもまあソリッドで、まあ、ちょっと透明感はないんですけど、はい、ベタ塗りなんですけど、まあ光を通さないんでシルエットははっきりするのかなみたいな。これからあの春先ねプランクトンが増えてきて、はい、水がちょっと色がついてくるとこういうカラーが良くなってくるのかな、はい、これもまだ在庫あり、あります。あの浅草ラインスラックで注文でも通販でも買えちゃう。全然買えます、買えます。この4色はまだ通販でもお願いできちゃうっていう感じで、はい、あのもうあの年始めにシーズンインで作ったんで、はい、ちょっとこれからシーズンオフまでの間長いんで、はい、ちょっとちょろちょろ売れればいいかなって、はい、ちょっと多めに作ったんですけど、はい、これはザトップウォーターって感じの2色がまだ残っていて、で次がこれグリーンパイソンっていうカラーなんですけど、あちょっとね背中がねクラックカラーになってて、ちょっと爬虫類っぽい、ね、はい、パイソンってまあ錦蛇とかああいう感じの、はい、あ背中にわかりますか。そう背中がこういう、これ動画で確認してても自分気づいてるか。でこれはお店おろしてるお店さんとかうちで買えれば、はいはい、このねクラックの入り方がやっぱ一個一個違うので、はい、まあ自分の好みのやつを買っていただければなと思うんですけど、ね、はい、でこれはゴールドのリフレクトが入って、はい、お腹がオレンジ、はい、まあ金黒とかのちょっとこの変わったバージョンみたいな感じですかね。背中がグリーンになった、これもちょっとルアーの基本色。はい、はい、はい、続きましてこれパープルファントム。はい、まあ背中パープルで、まあファントムってこうなんですかね、幽霊というか、はい、亡霊というか、はい、そんな感じのイメージの名前なんですけど、まあこれ薄いね、はい、透明なチャートリウスを吹いていて、まあ光を通しやすいようにカラーになってるんです。でリフレクトはねオーロラリフレクトが入ってます。で腹側がファントムだからそのリフレクトがこんな感じで見えるんだ。そうあでストライクドット入りで、そうで肩のところにちょっとあのパールホワイトの鱗が入ったカラーですね。よくねアメリカのルアーなんかとか、はい、外国のルアーであるカラーパターンなんですが、はい、まあ、それはまあソリッドのなんかあのチャートリウスが吹いてあるのが多いんですけど、はい、まあ、うちはちょっとあのリフレクト版が入ってるんでこれをちょっとクリアにアレンジしてみました。この4色がまだ、うんうん、リアル系のカラーちょっと早かったですね。なぜかね、はい、なんだろう、人気でしたね。あのねこのエビと筋エビカラーと、はい、あとこのワカサギ、マット仕様のワカサギ、
これもちょっとね、あの、まあ、水につくとあの見やすいんですけど、はい、ちょっとこのね、縦の線が入ったプログラムがこう入ってて、はい、ちょっといやらしいカラー。こちらの2色はもう大人気、そう、ここで売り切れちゃった。完売になっちゃう。完売御礼ということで。なんですかね、みんなこう、ベイトフィッシュ系が好きなんですかね。なんか結構ほんと背びれって、うん、トーナメンターの人とかも隠し持っているような、うん、そういった、うん、そう、ね、幅広い人たちにね、はい、ちょっと受け入れられたんで、はい、絶対こっちだと思うけど、やっぱ今回の人気はまあこの2色が速攻、ね、うん、売り切れちゃったということで、ただまあこちらのカラーはまだネット通販とかでもゲットできちゃうんで、はい、まあ、でもここら辺もリアル系といえばリアル系ですね。腹折れ系もまだ残ってるし、はい、こういうザ・トップウォーターなカラーね、クラシックなカラーもあって、はい、すいません、こんな話の中でずっとなんかチラチラ横にこれ、あ、分かっちゃった？これってあの速攻で売り切れちゃったプライムタイムスペシャルですよね。そうなんですよ。プライムタイムスペシャルじゃないんですか？え？これだってプライムタイムだと。ちょっとここ見えますかね？あー、名前変わってる。これデイタイムスペシャルって書いてあります、はい、ちょっとプライムタイムスペシャルより色がちょっと濃くなって、はい、あ、本当だ、うん、これがプライムタイムなんです。あ、はい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 、これがプライムタイムスペシャルなんですけど、ちょっと並べるとまあそんなにレンズ変わってないかなとは思うんですけど、いやいやいや、だいぶカメラ越しで色を分かります。こっちが要は旧型というか以前のあの、これはまあマズメド機用ですね。早朝という型とかでもくっきりはっきり見える、はい、ローライトの、はい、で次はこれちょっと今作ってるのは、はい、デイタイムスペシャルって、はい、ちょっと色が濃くて日中日差しがちょっと強い時にかけたいなっていうところで、この2本があれば一日中マズメド機からまあ日中まで使えるよっていう。これまだじゃあテスト中、これテスト中しばらくしたらっていう感じで、そうですね、一応6月ぐらいに発売できればなーみたいな感じで今動いてますけど、ああいいですね、ダイシェスとレイスラックのコラボ、いやもうなんか作らないのかなーなんて思ってたんで、やっぱりいろいろ使ってたんですけど、はい、やっぱりこのプライムタイムに対してこのデイタイム、うん、はい、1日中これね、2本でできるなみたいな。でもこれでもう終日遊べちゃうんですけど、ね、確かに、うん、確かに、うん、こっちがあるとやっぱり日中のギラギラの時にもうちょっと、うん、あの光を抑えてもらえるような、はい、そういう仕様。あ、じゃあこれちょっとまたあの発売が近くなったら、ぜひ取材させてください。よろしくお願いします。久しぶりに来たな、なんかいろいろな情報満載で。俺さ、そういえば去年すごいなんかずっと釣りまくっていた巨大ペンシルってその後、うん、あー、ありますよ。あれ、あるんですか？こんなこと？これ映しちゃって、うわ、すごい。そう、あー、これかな。いや、それです、それです、これね。あ、出ちゃった出ちゃった。うわ、これ釣りまくってボロボロのやつね。これだ、これ今年出るんですよね。これは一応秋に発売したいなと思って今動いてます。いや、俺そう、これすっごい気になってたんですよ。仕上がってる仕上がってる仕上がってる。これはあのシーバスのハイシーズン前ぐらいにはうまくいけば、そうですね、秋にできれば発売したい。去年も動きとか形はだいたい小倉さんの中でゴーが出てるって感じ、ね、はいはい、というかもう釣れまくっちゃって、これ出さずにはいられないよねみたいな。いや、釣りまくってたんで、はい、いやー、そっかそっかそっか、これとかこれとか、はい、まあ、あとこの4色とか、いや、出たー、ラインスラック、すごい、すごい。何ですか、それ、ダブルハンドルの、それ、ラインナップにないじゃないですか、そういうさを。ちょっとこの長いさを作ってみてるんですよ、ね。
うわうわハイパワーな、うわちょっと名前見て、すげえ、ディスタンスシューター、何フィートですかこれ、7フィートおかっぱりで、はい、ちょっと厳しいバスやろうかなとか、うん、ちょっとあの足の子のトラウトをちょっとミノイングしてみようかなとか、はい、何グラム想定の、一応ねあの普通のプラグ、はい、20グラムぐらいのやつで、はいはい、ちょっと今ファーストサンプルなんでちょっと固めなんですけど、ちょっとティップがもうちょっと柔らかくなって、あ、いろんなルアーが投げやすい感じかな、レイトロッド、ミディアムヘビーバーサタイルみたいな、うん、まあ、ヘビーバーサタイル、まあ、ヘビーまでいかないですよ、いかないぐらいの、うん、全然ミディアムライトぐらいですよ、乗せ上司の、でも、あ、長さがあって飛ばせる、そうそうそう、味付け的には、まあ、あのマジックシューターのちょっと長くなった版みたいな感じで、ちゃんとルアーの重さをこうロッドに乗せて、はい、曲げて投げるみたいな、なんか力でえいとかじゃなくて、もう普通にこうなんだろう、バックスイングすれば、うん、ルアーの重みでロッドが曲がってビューンと気持ちよく投げれる、ここなんかそりとなんかいろいろ増えていた、なんかいろいろ増えていったこれ今全然こっちに気を取られてて、そうそうそう、いろいろ動いてますよ、はい、はい、今年も、またちょっとちょいちょい寄らせてください、はい、もうあの釣り子さんあの来てないとちょっと乗り遅れちゃう、乗り遅れてます全然やっぱ自分こっち想定で来て、うん、今日しっかり変えたんですけど、はい、まあ、ここら辺はすぐに売り切れちゃったんで、うん、まあ本当 SNS でやっぱ一番追っかけるのがいいですよね、そうです、ラインスラックの、ある程度ちょっと決まってこないと僕もちょっと載せないんで、はい、はい、はい、いやでもお店に来て、そうそう、これちょっと見ててくださいよっつったら、もしかしたらたまに普通にありますか、ここら辺の掛け具合の違いとか、はいはい、こういうまあ何ていうんですかね、まあ、あの投げれはしないですけど、まあ、水槽はちょっと今日はないですけど水槽があれば泳ぎも、はい、泳ぎも、はい、手が空いてる時だったら背びれの具合なんかも、はい、そうですね、あの回転の具合なんかも直接見ていただける、はい、いやー来てよかった、いや来てくださいよ、はいじゃあ、今日は自分ブルーヘッド買って、帰ります、はい、ありがとうございます、ありがとうございます